映画アクト仮面のルールプレミア上映会を行ってまいります。どうぞよろしくお願いします。いやビビりました。単純に本当に中村先生の作品は本当に このアクト仮面だけじゃなくもう本当ほぼ全て読んでるんで僕なんかいやめちゃめちゃ嬉しいっていうのもありつつやっぱ自分がすごい自分が大好きな作品だからそれを壊すわけにはいかないというすごい変な勝手にプレッシャーを感じていまして。吉田さんのこうひげの姿もおなんか珍しいと思いながらの。そうですね、芝居の中でひげを生やした役は初めてです。共演されてお二人いかがでしたか。玉木さんとは現場でほぼ喋ってないという。玉木さんの演じてる役と僕の演じてる役のその微妙な距離感というか、まあ、同じそのまあ、蛇の家系として生まれてる人間としてなんかどっかでこう意識してるんだけどそれをなんか表に出さない感じとかっていうのがすごく微妙な距離感だったのであんまりなんか現場でこう近くならない方がいいのかなとなんか僕は勝手に思ってて。なんとなく自然とそういう空気になったんですね。そうですね、だから割とだから本当に集中しやすい環境下の中でワンシーンワンシーンがやっぱり長めなんですね。だから、いい緊張感を持ったまま本当に臨めたんじゃないかなと思ってますが。もう玉木さんはもうすごくもう存在感がすごくてもう表情とかも本当に原作もう本当にもう素晴らしく演じていただけてでも荒木さんはもうなんかもうすごいなんだろう全身から何か出てますよね。何か出てますね。オーラ的な。いや別に僕オーラ見えるわけじゃないですよ。そんな怪しい人じゃないんですけどすごいもう香りってイメージを本当に体現してくださって、本当に感動しました。で吉澤さんも本当にもうすごくアクセントをつける役で、もうなんか役柄でよって顔がどんどん変わりますもんね。雰囲気や表情も変わるので。吉澤君に対する印象を最初すごいストレートに言ってたのがすごい嬉しく、なんか何でしたっけそれ。吉澤君初めて見た時にどう思ったんでしたっけ顔が。あもうなんかすごい顔面だなって思ったんです。すごい顔面ってどういうことですか。いやもうなんか、ね、こんな顔面あるんだなって思っていや玉木さんにも荒木さんにも思うんですけど、いやいや根本的にお三方なんか骨格がなんかもう違う感じがするんです。女性としてヒロインを演じて思われる側を演じられてみての、はい、そうですね、まあ、女性はこういうふうにこう男性に守られたいっていうふうには絶対に思うと思いますし、これが究極だなって思っていただいて。でもちょっと病的ですよね。まあちょっと一歩間違うと危ないんだけど、危なっかしいんですけど、でもねなかなかそこまでこうね、まあ人もそうですし何か一つのことにそこまでこう人生かけてそれがあればもうそれこそ人も殺すことだって厭わないしっていう、そこまで究極の愛っていうのはもう奇跡ですよね。なんかそうだね、なかなか普通の人間では到達できない部分の愛というか、まあ、本当に究極のラブストーリーなんだと思いますよこれは、はい、どうもありがとうございました、はい、それでは中村先生からお進みください。ありがとうございました。